ゆうこすもてチャンネル。皆さんおはようございます、ゆうこすです。じゃん、マジで眠すぎる。はい、今日はですね、時短ってほどでもないけど、時短だね、めんどくさい時のメイクをやっていきたいと思います。それでは動画スタートです。ちゃんと持っていくよ。あ、カラコも入れてます。チューズミーのマロンラテというカラーですね。入れないと見れないので、よいしょ。まずはこちら、ケイトのザ・ BB カバー&モイストコーティングの、私は EX1 番です。もうケイトの BB、 これ勝るものあんのってぐらい好きなんですけど、肌に優しいんですよ。しめっちゃカバーしてくれるの。最近は肌調子いいんだけど、ここら辺が赤み出ちゃうんですけど、この辺にね、薄く薄く、こう手で伸ばせちゃうので便利なの。まあとはいえスポンジやっぱ欲しいな。スポンジでポンポンとなじませていきます。肌調子のにこのニキビできちゃったんだよね。口元のこのくすみ、くすみとかもこれで一掃していきます。やっぱ BB はもうね、下地もにもなるし、本当に楽すぎて。この辺にニキビ跡あるんだけど、それもすごいしっかりカバーしてくれるし、ありがたいんですよ。こんな感じ。あ、ニキビ跡隠すのめんどくさい、これ。でも1個だけだからいいか。あの、ザセムのコンシーラーを使っていきます。ちょんちょん。よし、消えました。次これにね、最近ダダハマりしてて、ちょっと汚いな。ケセランパサラのアンダーアイブライトナーですね。これね、もう中がオレンジと黄色のコンシーラーになっていて、まずオレンジの方で、まあ、どんなに急いでてもクマは消した方がいいと思いますね。クマを一掃します。ほら、クマがすごい消えてくれるんだよね。完璧。続き黄色を取って、この鼻の赤み、黄色はね、顔のトーン、この色ムラを整えてくれるので、最近黄色で小鼻周りを整えるにハマってますね。わかるかな、ちょっとこっちのがピッて引き上がった感じに見えるの分かります。小鼻がちょっとちっちゃい、本当にビビったら差なんだけど、小鼻がちょっとちっちゃく見えていいですね。うん、明るいカラーなんで、これで口角とかも整えていきます。よし、あ、パウダー忘れてた。パウダー、最近はこのパウダーにハマっております。 RMK のシルクフィットフェイスパウダー EX1 番。シルクフィットですごくね、名前の通りでふんわりついてくれるんですよ。なんかウサギちゃんみたいな肌になるので、テックいらずで本当に楽ちんなので、軽めにつけていきます。ベースメイクこんな感じ。ただもうこっからあとはほぼこれで仕上げていきます。ロムアンドの、ベターザンパレット、01番のパンパスガーデンですね。まずはこのコーラルっぽいオレンジコーラルみたいなカラーでアイホールに入れちゃいます。目の下にも入れちゃいます。もうこのパレット一つで完結させようとしている私のこの雑でもない、これは賢いということで。それでちょっとブラウンを取りまして、ちょっと目尻側に入れて、こう横長に見せていきます。でそのまま眉毛にカラーを、どうしようかな、さっきのこのカラーとブラウン、今使った2色をちょっと混ぜて、アイブロウ用のブラシをなくしたので、ちょっとテクニックが必要、めんどくさい。うん、ちょっと色入ったらやっぱ可愛いですね。アイマスカラやっぱなっとこ、最近はこれにハマってます。スックのボリュームアイブロウマスカラの02番のブラウンです。スックのはね、やっぱね、色が綺麗だし、こうちょっとこう立てながら塗っていってるんですけど、こっちのはこう自然だし凛とした印象にしてくれるので、ちょっとこう立てながら塗るんだけど、その立ち上げ感がすごいしっかりと持ってくれる、下がってこないんですよね。だからこれは重宝しております。さすが大好きスックって感じ。ちょっと自然な印象なんですよ、こう立ち上げることによって。やばい、アイシャドウの続きいきます。ラメ、このピンクの可愛いラメがあるので、これを中央にチュン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 として、
でこのピンクのそのまま目の下に、なんか大粒ラメっていう気分でもない、めんどくさいので。あとちょっとつけすぎてもイベントっぽくなっちゃうしね。先にリップ塗ります。めんどくさい時はマット、アディクションのザ・マットリップリキッドの018番です。なんでめんどくさい時にマットリップかっていうと、まあシンプルに落ちないから。私ティントは弱いので、ちょっとマットリップでいきます。内側のみつけてぼかし。こんな感じです。はい、結構ふっくら見えてくれていいですね。本当に少量でいいから、そこだけは使い方気をつけた方がいいかもしれない。さっきのパレットのこれちょっと開きづらいんだよね。こっちのピンクにしようかな。ピンクを取って、まちょっとコーラルと混ぜつつ、アイシャドウなんでちょっと色のね発色が強いので、そこは気をつけつつバランスを見て、最近目の下の高い位置にちょっと塗るのにハマってます。チークをこのもんから、ナチュラルな感じで。ピューラー、ピューラーじゃない、ビューラー。最近さ、TikTok の子たち、TikToker の子たちが見るとさ、本当にメイクが細かい、もう2時間ぐらいかけてやってんじゃないかぐらいの、下まつ毛描いたりさ、すごいよね。技術がすごいなと思いながら、ちょっと勉強してます、最近。あ、TikTok やってるんで、ぜひ見てください。急な宣伝。で、キャンメイクのクリーミータッチライナー、02番。もうめんどくさいんで、目尻だけにします。うん、こんな感じ。はい、でマスカラはヒロインメイクのロング&カールマスカラのアドバンストフィルムですのブラック。もうなくなりつつあるから買わないといけない。ん？肌が陶器のように綺麗じゃない？いや最近ね、肌調子がいいってもらうけど、やっぱあのケイトの BB いいですね。うん、こんな感じ。メイク終わったー。ちょっと髪の毛やってきます。はーい、前髪濡らしてきました。これをね、いい感じにもしゃもしゃしまして、どうしようかな、ちょっと待ってね。何も考えていない。一回着替えてくる、それで決めるわ。はい、着替えてきました。可愛いでしょ。セルフポートレートっていうブランドのやつです。ちょっと海外から輸入しました。こんな感じ。あ、めんどくさいので、あ、この耳上、言うことあるある、耳上を巻きまして、この適当は巻きですよ。で、外巻き、毛先は外巻き、髪の毛全体を軽く外巻きにします。あとはニュアンスで髪の毛いい感じにしようかなと思ってます。ラーレのオーガニックバームですね。これを使って、よし、おいしょ、おいしょ、耳上たっぷり。毛先もしっかりつけて、アホ毛止めて、もう髪の毛描いてますみたいな感じでつけてます、いつも。で、残りで前髪をいい感じに仕上げて、最近はね、全部髪の毛を後ろに持っていくのにハマってますね。うん、こんな感じでしょう。はい、というわけで、めんどくさい時の、まあ、っていうか、それは普通の、通常の私なんだけど、の、Get Ready With Me というか、まあ、朝の準備の、完成でーす。メイク可愛くない？というわけで、今回の動画がちょっとでも参考になったり楽しかったりとかは、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。チャオ、バイバーイ。